はい、皆さんお待たせいたしました。女性実況者クッキングバトル後半戦でございます。イエーイ。いやいや、もうね、前半戦、いろんなドラマがありました。そうですね、ドラマ、事故、事故、事故、死者、死者、死者まで、死者、もうね、前半から見ていただいている皆さんありがとうございます。後半戦はですね、チャンネルでお送りしてまして、はい、ちょっとだけ無料で、なったその後、限定に切り替わりますので、ぜひぜひ皆さん会員に入って最後まで見てください。どうなるのか。後半ではですね、3位決定戦と優勝決定戦を行いますが、まず3位決定戦を行いたいなと思います。じゃあまず今どうなっているのか、トーナメントのあらすじを、ここまでのあらすじ、まず第1回戦が、明暗 VS 葵ちゃんで親子丼対決、そして明暗が、正しい手順を、はい、たくさん乗っ取り、そして葵ちゃんがミラクルで美味しかったけども、前は明暗の勝利、まあ、ちょっと惜しくもね。そして、2回戦目、トットちゃんと山田君は、そうですね、まあ、ムニエル対決で、トットちゃんが試合放棄ということで、コースアウトって感じです。いい鮭としては美味しかったから、そうですね、焼き鮭として、ね、焼き鮭にタルタルソースみたいなのは美味しいので、うん、そのね、形としてはすごい美味しいものができたので、全部ね、みんなあの美味しいものを作ってきたということで、はい、で、まあ、ですが、山田君の勝利ということで、ですね、で決勝は、明暗 VS 山田団でございますが、はい、3位決定戦のまず葵ちゃん VS トトちゃんから、この辺を行きたいなと思います。そうですね、でも早速行きましょうか。やっちゃいましょうか。はい、もう時間も、そう、時間もね、押してるんで、はい、では、気になるお題ですね。おー、楽しみ、なんだろう。あのね、この3位決定戦と、決勝戦の、お題は、1個の一品ではないです。はい、ざっくりとしたお題になります。もうカンニングできなくなります。できなくなります。ではこちら、ドン、ドン、私の一押し料理、まあ、制限時間大体30分ぐらいですね。はい、はい、30分ぐらいです、大体一押し料理、まあ、短ければ短くてもいいのかなという感じでございますが、一押し料理ということで、うん、葵ちゃん思いつくものありますか。ありません。ありません。困るよ。トットちゃんはありますか。あります。わ、あります。あら、強い。トットちゃんの初勝利が見れるのか。みんなここでは強いんだよな、なんか。ここでは強いんだけどね、葵ちゃんは一体何を作るのかということでございます。では、皆さんね、準備取り掛かっていきましょう。はい、はい、では、タラチオ君はまたちゃんとね、リポート兼サポートしていただいて、はい、そうですね、あの、思ったよりここ仕事量多かったなって。じゃあ、勝者2人は、こちらに、はいはいはい、はい、お願いします。何個作るの、山田のムニエル。まあ、何個でもそうですね、ちゃんと、ちゃんとやっぱね、ちゃんとしてた、はい、ちゃんと作ってたから、うん、すごいね、やってる人の感じでしたね。見ててね、なんか不安がないよね、やっぱりね。もうほら、もうこのトトちゃんの立ち振る舞いが不安やもん。もうだって顔が不安げだもん。すごい、こんなすぐ入るの、なんか言いにくいことを言う時の姿勢ですもんね。いや、隠し事で、そう、隠し事し。じゃあ、お二人準備 OK でしょうか。OK、うん、です。はい、では行きましょう。3位決定戦ですね、勝った方が3位、負けた方が最下位でございます。はい、じゃあ3位決定戦、葵ちゃん VS トトちゃん、スタート。スタート。どうしよう。じゃあまず手洗いな、一押し料理というですね、一押しの時点でないって言ってた葵ちゃんが一体何を作るのか。何作ったらいいか。ただ二人とも何品作ればいいのってすごい聞いてきたんですね。いや、トットちゃんそれダメでしょ。あるって言ったのに、うん、でも一個しかないで、一個しかない、じゃあその一個作ってもらいましょう。なるほど、自信のある一品を。そうですよ、品数の勝負じゃないですからね。そう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 、うん、3位決定戦、ね、敵が作ったご飯をお届けにするんですけどね。あ、ご飯チェック、ご飯チェックしましたね。いや、もう得意なやつでいいですよ。はい、得意なので、はい、マジで得意なやつで、得意なやつを見たいですよ。ちょ、本気にしてくださいよ。やっぱ得意なやつってあんまりちょっとハードル上げるのもどうなのかなっていう怖いとこもあるんですけど、私一人暮らししてるんですけど。そうですね、そうですね、そうなんです、一人暮らししている。たまに家で作るんですよ。なるほど、温かい食。なるほど。じゃあ今日はその料理ってことですかね。その料理を作ります。なるほど。それだったらレシピを見なくても作ってる。なるほど。自信満々だ。本当に自信あるかも。じゃあ放送ご覧の皆さんもね、放送ご覧の皆さんもコメントで盛り上げていただけると、ちょっとみんな残念になっちゃうかも。いや、でもあれですよ、葵ちゃんはミラクル体質なんで。ミラクル体質、うん、そうですよね、なんか持ってきますよね。そうですね、なんか最終的にはこうちょっと手繰り寄せる感じがもしかしたらあるかもしれないですからね。え、何でもいいんでしょう。何でもいいですよ。何でもいいですよ。まず葵ちゃんが取り出したのは、さっき私使った玉ねぎ切れた。で、まず、ちょっと片付いちゃった。葵ちゃんはアルミホイルを、アルミホイル、
なんでしょうね、アルミホイルを。なんか玉ねぎ大好きみたいになってる。まあ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 、まあ、でもよく使う、便利だからね。ホイル焼き、ホイル焼き、あのアルミホイルは C じゃない、こっちも今ね、予想してますから。ちょっと実況しないといけないね。まあまあまあ、30分あれどね、30分ありますけど、まあまあ。なんかいろいろね、笑顔で何か取りに行く。かわいいわ。何を企んでるの？おかんの当たりがちょっと強くなってきちゃう。いやもうほんまかわいい。エプロン姿はかわいいんですよ、ね、確かに。あのエプロン姿はね、ずるいよね。鮭、また鮭か。鮭来る？鮭、また鮭。また鮭来る？鮭、だって得意なんだもん。鮭もピーマンだもん。あ、鮭が得意や。得意じゃないですか。しょうがない。だって得意なんだもん。鮭得意だからしょうがない。鮭とピーマンなんだもん。ただ鮭とピーマンなんだもんですね、これ。聞こえましたけど。あ、ピーマン、ピーマンなんだもん。で、ピーマンと言いましたね。さっきね、鮭料理やるとき、あ、ピーマンあるんだ、知らなかったみたいな言ってました、言ってました。彼女はピーマンにすごい何か自信が、そうですね、鮭とピーマンの、ね、何か料理がおそらく自信があって、先ほどのムニーの時によぎったんでしょうね。そうですね、おそらくピーマンでのアドバンテージがあるということで、はい、お、キノコも入る、キノコ、キノコね、シイタケ、ちょっと広めに言いましたね、なんかね。今そう、シイタケじゃなくてキノコっていう、いや、広めに言いましたね、なんか。いやでも確かに女の子はシイタケっていうよりキノコっていうざっくりした方がまあ可愛いな。本当はもしかしたらシメジとか入れたかった、本当ですか。ハサミ、ね、ハサミですね。ハサミ、こっちにシメジとシイタケの役割とかは特に分かってないかな。まあ可能性的にはありますけど。そうそう、ハサミを両手で、ハサミ大好きですね、この子。まずハサミ、玉ねぎ、ハサミでどうするんですか。そして足、はい、足ぶつけましたね。足をぶつけた、はい、足をゴンバコにぶつけましたね。はい、ぶつけました、ね、気をつけてください。で、全然映ってなかったですね。そうですね、視界に入ってないんだ。あ、視界悪いんですね、やっぱり。そう、そうですね、玉ねぎ。まあ、大外、まず大外ちょん切ってね。まあまあまあ、1枚ぐらいめくってもいいかな。もう1枚ぐらい、え、もう1枚むいた方がいいの？もう1枚ぐらい剥いてもいいかなと僕は思いますね。変わんないよ。変わんないの？変わんないよ。ちょっと青めの玉ねぎなのかもしれないな。まあまあでも、まあまあまあ、お、そうですね。あれ、2人とも玉ねぎですね。玉ねぎ今、行きますね、はい、玉ねぎ。ここに来て3つあった玉ねぎが全て消費した、はい、すごい大人気ですよ、玉ねぎ。今のトッタちゃんのなんか一回そのかかとをスッとやってからみたいなやつ、なんだその方が絶対楽なの。処刑人か、処刑人っぽいですね、確かに。処刑人どんな実験一回なんかね、一回こう、あれでもなんか慣れてますよ、すごい。ほんまや、低いって言ったじゃん。あれあれあれ、なんか慣れてる、2人とも。あれどうした、ちょっとこれ一回転遊んでた。あれ、いや、え、なんか急に、なんかチャンネルになったからって。あれあれ、おかしいな。今のみじん切りの手は葵ちゃんですか。はい、あの見間違いかもしれませんが、そうですね。お前ら公式だから面白くしようとしたのか。おい、中、中、変わった。中の人がいたのか。なんかちょっと OS 違いますよね、なんかちょっとね、OS 全然違いますよ。なんか違いますよね、全然違いますよ。あれあれあれ、玉ねぎをカットして一体何ができるのかっていうのがちょっと気になりますね、うん、さっきまで Windows95 ぐらい急にね、急にビスタぐらいまで来ましたよ、これ。ビスタ、ビスタ、ビスタ、ビスタか、ビスタか、ビスタにはならないの。セブンまではいかんか。あ、あ、でも、いや、うまい、うまい、うまい。できてる、できてる。ホイル、ホイル焼きですかね、あちらは。まあ、ホイル焼きに鮭はつけたものですね。そうですね、ホイル焼きを作っ、ホイル焼きよく作ってるんですね、じゃあ。すごい刻んでますね。汚れないですかね、フライパンが。あ、そうですね、まあまあ、確かに確かに、とかが少なくなって、結構閉じて焼くだけで結構美味しくなるんで、ね、うん、はいはい、あ、でもちゃんとピーマンの、ね、下処理とかも。いや、そうなんですよ、うん、いい感じにできてて、中、中のね、あれ、いい感じだぞ、なかなかいい感じだ。あ、そうなんや、ね、どうしよう、何も言うことない、これ、いい感じすぎて。手伝うこともないですよ。なんだ、サポーターが戸惑ってますね、今までちょっとサポートを必要とされていたのに、急に必要にされてなくて、急に人に必要とされなくなってます。そうですね、じゃあ、あの、ちゃんとしたリポーターに戻ってください。はい、わかりました。本来の仕事にじゃ戻りますよ、ね、はい、お願いします。はい、そうします。演者変えた説が出てますね。確かに、中身変わった、ね、やっぱ相変わらずハサミで切るんやね。ハサミでね、鶏肉をチョキチョキね、チョキチョキね、椎茸を切ります。すごいな、何のための包丁やねんっていう。ちょっと怖いですね、包丁嫌い、包丁嫌い、包丁嫌いなんですって。これは何を作るんですかね。いや、
やちょっと分かんないです、ね、これマダコの時点じゃ分かんない、うん、これまたこれ親子丼の可能性親子丼のリベンジの可能性また親子丼の可能性親子丼がまた来るんですかさっき褒めたから正しい作り方を覚えたから作っちゃうかもしれないあもう一回いけるみたいなパプリカも使っちゃおうかなって言ってたから可愛くしようあパプリカ、うん、パプリカねいやこれ入れますの時のこのねアピールねアピールの仕方ね、可愛いらしい、ね、本当にあーあーいやー、可愛いわなんか、もう別のところで勝負してるのやめてこれ得点入らないです、大丈夫です本当に大丈夫ですかこれ加点されないです、大丈夫信じてます、俺、ゆげさんのいや、ないですいや、なんならもう今のちょっとポーズ取ってるのでちょっと手止めてるのでマイナスっぽい逆にはいはいはい何やってんの？いいんだよ。他は気にしなくていいんだよ。気にしなくていいんだよ。もう参考にできることないからね。そう、強引の場合だよ。自分との戦いだからこれはもう、うん、パプリカもね。パプリカやっぱ彩りがそうですね。いやだいぶ健康的な感じですよね。ほんまに、はい、トット選手の方は。あれちょっと食ってる感半端ないですよね。いやでもダイエット食みたいな。あらちゃんとでもなるほどなるほど。ポジションもね気にして。揚げた時の。ホイルでね蒸し焼きにしてね。でバター。切れない。バター。バター。バター冷蔵庫かな。冷蔵庫かな。冷蔵庫ですね。切れない。そうですね。タルチョくんはまあ。切れない。なんて切れないって言ってる。切れないって言ってますね。はい。やっぱりハサミにシフトしていきました、ね。あなるほど、はい。ハサミがいいんですね。まあ、ハサミの方がまあ感覚的に。確かに。指切られる。すげえ早い。いやこのハサミの使い方めっちゃ怖い。指切らないでね。冷蔵庫壊れた？冷蔵庫壊れた？なんで？あそこね開きづらいの。うんそこ開きづらいよ。あ、閉まんなくなっちゃったの？嘘でしょ？閉めとくから、じゃあ閉めとくからどういうこと？冷蔵庫閉まんなくなっちゃう？僕も分かんないですけど、閉まんなくなっちゃったら閉まんなくなっちゃったなんかじゃなんかスイッチ押しっぱなしとかなんじゃないですか？なんか出っ張っちゃったんでしょうね、だからねあちょっと別人でミラクル起こっちゃう。で、バターがない、あ、そう、あれ？バターない。もしかしたら山田使ったまま出してる。あ、そこにある、これあったったったあ、バターあります、そうですね。じゃあ、ありました、ありました、ありました。よかった、よかった、はいはいはい、冷蔵庫は浮いたまんま、はいはいはい、そうですね、はいはいはい、ちょっと、その辺はまた後で誰かに直してもらいましょう。そうですね。今ちょっと山田が行きました。あ、山田イケメンがレスキューが。イケメンが冷蔵庫レスキュー。こっちだ。なんかね、いろいろ、そこだよね。わちゃわちゃ割れてない、なんか。アムーラ。あ、爪が戻らなくなっちゃった。さあ、溶けちゃってる。まあまあまあ、溶けてても、まあ、ある程度ね。大丈夫。そしてバターを今、バターを今ホイル焼きのとこに直接入れると。ね、はいはい、ありですね。あれ、いい感じだ。まあ、ホイル焼きに、どうしよう、いい感じだ。バターっていうのは結構鉄板な味付けですね。あ、でもこちらは火が入り始めるのかな、うん、そうですね。直りました。あ、よかった。よかったよかった。レスキュー山田隊員が直してくれました。炒めるよ。お、炒めるそうですね。炒める。今炒める。今から葵ちゃんを炒めると。炒めるそうですね。炒める。何をこの玉ねぎの量が結構ありますね。結構全部しちゃう感じですね。分かったかもしれない。一気か。じゃあ俺もまあまああれなんじゃないかなって思って。ガーリックがないね。玉ねぎ粗いな。これガーリックなんですか？じゃあどれですか？これガーリック。ガーリックですね。ガーリック。ガーリックって生ニンニクのこと言うの？いやまあまあ。英語でガーリック。ガーリックってガーリックっていうのはニンニクですよ。ニンニクは英語でガーリックっていう。ツナってマグロですよ。ツナはツナってマグロですよ。ツナはマグロ。ごめん、なんでもないよ、うん、ごめんね、時間取らしちゃって、うん、ごめんね、ごめんね、ごめんね、タラチョウがごめんね、ちょっといらんこと言っちゃった、ごめんね。何を作ろうとしてるんでしょう。本当は粉のガーリックのやついつもこうやってビーってかけていけば美味しいみたいな。あ、なんかガーリックパウダーみたいな。そうです、そうです。なるほど。ちなみにまあこの時点で何を作るかっていうのを一応鮭のホイル焼き聞いてもらっていいですか、タラチョウさん。はい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 。でも、あ、もうこちらは、鮭のホイル焼きだそうですね。なるほど、あ、予想通りでした。はい、もう完璧にそうですね。いやでもちょっと安心感のある感じですよね、で、そして、葵ちゃんの方はかけようかな、どうしよう。葵ちゃんどこにいんの？あー、ごめんね、視界が狭い、視界が狭いから、視界が狭いからね。ホラーかなと。ホラーかなと。じゃあ何を？見えてない、葵ちゃんに見えてない。あ、オムライスだ。オムライス、アルミ餃子じゃない、これ。まあ、思ったんですよ。これアルミ粗いな。粗いな。いやでもまあこれぐらいね、大きい方がちょっとアクセントあっていいかもしれない。はいはいはい。ということでですね、こちらチャンネル放送そろそろ有料に切り替えたいなと思います。すげえとこで切り替えた。いやもうこの後これが実際どういう風に出来上がるのか。今トトちゃんが鮭を一度救出しましたけども、ちょっとどうなるのかこの後。
割り直し。なんで。では、引き続き有料か有料で、切り替えますので、ぜひ皆さん、入ってみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ切り替え、ありがとう。死ぬ。どういうことや。アルミホイルの裏表間違えた。失恋かっていう。切り替わった。アルミホイルの裏表を間違えたとのこと。アルミホイルの裏表を間違えた。裏表ってどっちでもいい。あれじゃないかな。どっちでもいいの。ただ別にそうですね、うん、なんかありましたっけそんな。いや、そうはない。一応 あるはあるけど、見た目の問題だけな気がするな。別にいいと思うけど。先に言って先に言ってってか。いやいや知らんし俺たちが何も言う前になってさ。これ米いらない。独断でやっちゃってたから。え、オムライス。ここから多分米を投入するんじゃないですかね。まあチキンライス。そうそうそう、そうですね。もしかしたらチキンライスじゃないかもしれない。あ、なるほど。チキンライスで何かの手も。まあチキンだよ。チキン、そうですね、チキンですね。あ、ちゃんとホイル焼き。いいね、いいね。なんか不安になってくるよね。自分のオムライスとみんなのオムライスが違うかもしれない。俺も今ね、俺のオムライスと葵ちゃんのオムライスが違うかもしれないって。塩も入れてないけど。どうしよう。食えばいいんだよ。みぞ、キラキラオール。ホイル焼きで。はいはいはい。さっきそうですね、ホイル焼き。そうね。そうね。どうやってつけるの？グリルで。ちょっと。はははは。網みたいな。で、水入れて。水分とかもある程度野菜からは中は出ます、ね、なんか今ちょっとトットちゃんが今ちょっといつも作ってる料理に迷ってますね、うん、まあ IH ですかね。 IH、 ね、 IH ちょっと、ね、ちょっとレシピの違うキッチンに戸惑いを感じる。 IH 全然わかんないん。超わかる。そう、ガス、やっぱガス火だよね。ガスがね、ガスはやっぱわかりやすいんですよね。そうなんですよね。どれぐらいフライパンが温まったかっていうのも結構重要ですからね。今コメントで一切れ余ってついた。ついた、ついた。やっぱ1人前しか作らないですね。持ってきといて。基本1。どっちはもう鮭1個で。1人前。うん、だからもう1個持ってきてます。え？あ、2個。あ、同じの2個作る。もう1個作る。なるほど。同時じゃない。同時じゃないのね。だって難しい。1人しかいないから。え？いつもは。ほら。今なんかすごい闇を感じる。ありがとう。一人しかいないもん。一人しかいない。どうしたの？ゆげさんこれ。どうしたの？料理終わる頃にはどっちか一人減った。あ、もう一人前しか作らへんから一人殺そうって。多分どっちか一人片付けられてますよ。嘘。やべえ。闇深すぎるよ。フライパンそっちですね。闇深すぎ。食料足らんから人減らそうみたいな感じや。進撃の巨人みたいなこと言ってるよ。もう一つ。2017年に口減らしてやると思ってません。怖いわ。同じ工程もう一つ。片やもうとんでもない量を作ってるわ。いやいや大丈夫ですよ。大丈夫です、続けてください。え、これちょっと。ごめんなさい。大きいのまんびいていく。大きい。なくなるよ。なくなる、なくなるよ。なくなるよ。大丈夫。間引きが発生しましたね。そうですね。こちらでも間引きが。そうですね。ハサミで来ちゃうの。頭いい。またフライパン上で、またフライパン上でハサミを使うのか。おーっと来た。秘伝の。これはすごいですね。いやでもいいですね。ちょっと、うん、やっぱフェス感。アウトドアフェス感、フェス感。そういう合理的なんですよね。そういうワクワク感をね。すごい。ハサミで混ぜな。それダメ、それダメ。ハサミで混ぜちゃダメ。すごい。ワイルドですね。目が離せねえ。いつ火つけたっけ。あ、もう一個の方も作り始めてますね、これ。あ、そうですね。こちらは同じことを2回しているという。そうですね。同じことです。同じことですよね。同じことですね。繰り返しですね。まあまあまあ。調理とかね、普通のお店の調理場とかやっぱ、うん、そんな感じですか。今15分経過しております。はい、はい、残り15分。あ、大丈夫。ゴーちゃん、おいちゃん大丈夫。おいちゃん、あれ今、いらぬ悩みが発生したんですけど、なんだった。今ケチャップ、今ケチャップ、今ケチャップ、はい、今ケチャップらしいですね。あ、いや大丈夫です。いいよいいよ、いいんだけどご飯は入れない。うん、うん。え、あ、そうなんだ。あ、そっか、わかった。 OK です、OK。 OKOK。 これピッ、いや、信じて。ご飯使わない。そういう問題じゃないみたい。使うよ。ご飯使う。後で使う。なるほど。まあ、とりあえずね。とりあえず。後ほどね。ご飯には後ほど。はいはいはい。あ、そして、あ、もうちょっと。全然まだまだ。まだまだ。なるほどね。ちょっとなんかこう、異国のブラジルの料理っぽい感じになってますね。ソウルフードみたいな。そうですね。
あれは完全でよくない？なんか先に味付けの方が、まあ、あれはあれで美味しそう。これ美味しそうだな。これはこれなんだよ。これは美味しそう、確かに、普通に美味しそう。これはこれでいけそう。なんか ご飯への絡みは弱くなるんじゃない？まあ、いやでもそして今手かけますね。あ、なるほど、今、はい、手かけている。はいはい、ご飯、明暗ご飯に、明暗ご飯、なるほど、いただきます。あっ、大丈夫、大丈夫だよ。トットちゃん大丈夫ですか？トットちゃんの方は小声で何言ってるんやろ。ちょっと、どうしよう。超いい匂いって言ってます。あ、よかった。ここに立ってください。いい匂いするんで。あ、でもいい匂いする、確かに。本当だ、イエーイ。浅い喜び方いいですね。イエーイ。何だったんでしょうね、今の。相手がミスした時もイエーイって言う。若干の闇を抱えてますからね。闇は抱えてますね、ちょっと。若干のね。ちょっと当初方から若干キャラ変わってますもんね。いや、そうですよ。いや、俺もキャラの 前編はね、僕はまだ分かってないんですよ。そうですね、全容が分からない。そうそう、なかなか。お箸で混ぜ続けるんですよ。なんかしゃもじっていうか、あれ木べらとかないかな。なんかね、ありますね。探すのがもうめんどくさくなる。タカちゃん探して。はいはい、木べら探しちゃって。サポーター、はいはいはい、そんな時のサポーターやで。はい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 、ありがとう。液状ガーリック。お、液状ガーリックをまた入れる。そうですね、うん、今度2箇所にね、ちょっとニキビにつけるみたいな。やめてもらったちょっと。やばさ、幹部にね、幹部に直接つける。幹部に直接つける。塩、口内炎とかできた。塩、あ、塩、あ、胡椒も。胡椒ない、あ、それある。あります。胡椒あったの。これオムライスってことは卵で巻くってことでしょ。そうです、そうです、そうですよ。そうだ、これ IH じゃん。あ、いや、IH でも大丈夫です。大丈夫だよ、IH でも卵はいけるよ。問題ないです。え、なんでっていう顔してるけど。今また95に戻ったよ。謎のフリーズしたんですけど。今 OS 固まってるぞって。95になってまた。まあ、ちょっと読み込みがね。そうですね。ちょっとかかりましたね、今。そうですね。一個画像見るのにめっちゃ時間かかる感じ。上から一個ずつこう。タタタタタって。これももう世代的にね、もう30周辺の、うん、そうですね、アラサートークでしたね。はい、アラサートークになってしまいますが。あ、でも水辛い、全然美味しそう。確かに、チキンライスね、結構美味しそうなんですよ。うん、葵ちゃんはね、結構こうどんでん返し力がありますからね。結果論、結果オーライ的な。いや、でもまださっきよりはちゃんと手順として、うん、そうですね、作ってるんですよね、だいぶ。追いケチャップとかありましたけど、追いケチャップはまあいいんじゃないですか。まあ別に追いケチャップは正直想定内なんで、そのぐらいだするだろうなと思って。ふたそれはちっちゃうよ。落とし舞台なんだよ。ちっちゃいからね。ほんまや。あれ炒めつけてんのかな。よかった、ちゃんとむせてね。そうですね、豚とか煮るときはね、落とし舞台。よし、あとは待つだけだな。あと10分ぐらいかな。そして一応あとは待つだけとのことで、あと待つだけ。はい、トット選手曰く、トット選手曰く、はい、あとは待つだけと。余裕でいらっしゃいます。ご飯使ってもいいですか。どうぞどうぞ。あとちょうど10分ぐらいですね。10分ぐらいですよね、あと、うん、はい、さあ、まあまあまあ、もうチキンライスもできてます。なんかいい感じに、そうですね、なんかすごいいい匂いする。お二方とも出来上がってきてるんですけど、あと10分だよ。まずあと10分、トットちゃんのさっき先輩の方をまず確認、うん、先輩の方ね、先輩の方確認してる、うん、先にね、すげえちょっとしか開けへんな。そうだな。まだこれ、いや、まだできてない可能性がありますから。まだ確認なんでね、うん、これでね、完璧に、まあ、ちょっと風味閉じ込めてる感じがするんで、完璧にオープンしちゃうとね、こう出来上がりまでいけない可能性がある。先っぽ見るみたい、先っぽ見る、皿見て、探すね、みんな。あと2分置きます。どんどん大きくなってる。怖いな。重い。うん、なんだこれ、めちゃめちゃでかいんですか。もうなくなっちゃった。ドンキに見えますね、うん、そうですね。この後タラチョウは殴られる可能性が。そうですね、完全に私もちょっと手がね。いやいやいや、完全にってそんなに。後ろから気をつけてくださいね、うん、はい、気をつけます。やめて。いや、マジ重い、うん、本当に重そう。重い。トットちゃん今何を探してるの。納豆。納豆、納豆出ました。納豆は僕はすごい嫌いです。はい、私も納豆が食えません。じゃあやめる。すまん。すいません。すまん。すまない。言ってもらってよかった。本当にすまない。ちなみに
ととちゃんそれ納豆どうするつもりだったの？え、納豆を普通に小鉢に入れてネギ入れて卵ぶっかけて出そうかなと。あ、なるほど。じゃあもう手をつけずに終わっててました。あ、そうです。じゃあ大丈夫です。大丈夫、ウィミンです。はい、色的には良かった。そうですね、確かにね。いや、そこのホイル焼きにぶち込まれた瞬間も気持ちがだいぶ落ちてると思う。終わっちゃいますからね、もう危なかった。ちょっと好き嫌いだと申し訳ないんですけど。いや、本当にそこだけは、なんか汁出てますね。そこだけはマジで申し訳ない。汁がね、今漏れてます。ホイル焼きちょっと漏れてる感じはありますね。あ、そして卵に行きましたね。なかなかね、卵料理って難しいので、はい、オムライスの上にかける卵って結構大変じゃない？うん、難しい。うん、何をオムライス、まあ、どういう形のオムライスなんですかね。オムライスがほんまに今もいろいろ、ね、いろんな種類ができてるんですね。くるむ、そうそう、まあ、一番古風な、うんうん、あ、もうあれ出来上がった、うん、出来上がった。あ、後輩開けるの早くないか。もう出来た判定、うん、それ先輩と後輩の時間は割と空いていた気がする。そうですね、はい。じゃあちょっとそっち側まだ待ちだけど、もうほぼほぼ出来上がって、もうできてる。この余裕の表情、余裕のこの余裕、余裕のよっちゃん、この余裕。いや、おばやめな、そのちょっと頭おかしい感じやめてくれよ。きちんでる、きちんでる、闇を感じるな。そのピラピラ。ととちゃん、あと8分あるけど、なんか作ったら。え、おっと、ここで、ここで、え、なんか気づかなかった。コーラとかあるの？コーラ？ハードル高い。ペヤングもある。ペヤングも。ハードル高いから。ペヤングはいかん。ペヤングはいかん。ペヤングはもう俺とタラチオのお腹の分量増やすだけ。ペヤングですねしか言えないし、それは。美味しいけど。満足感。お腹いっぱいになって決勝戦食べられへんようになる。味噌汁とかどう？無理無理無理。え、無理なの？マジで？断言。スープ系は、スープ系は。ナスを手に取った。ナスを手に取る。ナス。ナオ、アオイちゃん。お。お。お。アオイちゃんが今これは肩取りしてるのかな？そうですね。これはそうですね。そんな感じしますね。おそらく。そういう感じ。さあ、いけたかな？お、いけたかな？さあどうだ。お。いやいやいや。どうなんですか？何これ？どうなる？何やこれ？皿の上に乗せただけやんけ。山形もつかず。なんやこれ。重いな。普通の低い山やないか。普通に持ってこようかな。コーヒーカップに。あ、なるほどね。切り替えていく。切り替えていく。これはいけるかもしれない。どうにかして山を作りたいと。山にしたいと。これはいけるかもしれないよ。いけるかもね。ポンペチャやばかった。うまい。やばい。さあ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 、はいはい、いけるか。はい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 。皿がねありますから。はい。トットちゃんはなんかナスを取り出しましたね。気になるね。お、これコーヒーカップね。これだけちょっと目が離せない。さあどうだ。さあどうなんだ。さあどうなんだ。おお。どう。よかったよかった。よかった。うん。これ。よかった。ビフォーアフター。並べとくか。ビフォーそのね、うん、持っただけのやつと、いいですか、持っただけのやつとちゃんと肩を取ったやつ。暑いから触れなくなってる。大丈夫か、チェック大丈夫か。さあチェックしております。今トトちゃんの方がチェックしてます。熱い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 大丈夫だろう。ちょっとおかしいですね。大丈夫じゃないでしょう。ナスが転がりましたよ。車輪のように。大丈夫ですか？ナスと、うん、まだパプリカなど。はい。いや、これはね。確かにあともう一品いけるのではと言ったんですが、あと5分でナスがどんだけの料理に。まあでも火通すじゃないですか。まあフライパンをね今伸びたので、オリーブオイルで。オリーブオイル。これはよくある感じですね。おしゃんなやつだ。おしゃんなイタリアができてくるのか。来るのか。そして果たして。溶いてもらうのか。溶いてるよ、葵ちゃんは、ね、これ卵をこれどういう形のオムライスするのかっていうのも、うん、まあ、見物ですけど、あの土台がちっちゃすぎませんから、よく考えたら。いや、そうなんですよ。そもそもちっちゃいんですよ。これ無理っすよね。そう、なんかこれ無理っすよね、よく考えたら。コーヒーの受け皿みたいになってるで、マヨネーズ入れる。マヨネーズ、なるほど。よく入れますね。そうです、マヨネーズが入れたら結構ふっくらしたり、そうなんですよね。するんですけど、やり方を覚えてない。ふっくらするかな。なんか言ってる。炎症しましたな。なんか呪文が炎症しました。なんか言ってました、ちょっと。ドラグスレイブとか出るんじゃない。なんだ
なんか言いましたけど、ナスの素揚げを作ろうと思ったんですけど、ナスの素揚げ、はい、間に合わないからやめましょう、それは、うん、やめようやめよう、多分いけると思うんですよね。いける、あ、じゃあちょっとやりましょう。焼けばいいんですよね、だってあれ。行きましょう行きましょう。揚げるにしては油が甘くないか、焼く、焼く、うん、あ、じゃあ焼き感じで。いや、これオリーブオイルですよね、それオリーブオイルですね、オリーブオイル、はい、まあまあまあ、ちなみにあの皆さんに補足しておくと、ナスはめちゃくちゃ油を吸うので、そうですね、はい、おそらくね、綺麗にあそこの油がなくなると思うんですよね。うん、うん、おいオリーブオイル、おいオリーブオイル、ポンチ的な感じ。聞こえたまあでも、あって塩コショウしたらそれっぽくなると思うんで、まあ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 、お、バターを使う、卵にバターを使う、うん、まあまあまあ、え、伸ばす、拭くの、はい、逆に揚げるのは諦めたってことですね。あげない、気にかかりました、はい、吸うから、なるほど、吸うっていうヒントから、揚げるのは諦めた、そう、吸うからって、そう、聞いてるっ、うん、って言って、あの、諦めましたね。なんかオリーブオイルを引いたら焼きます。逆になくしていくっていう、油を吸わせたくないということなんですか。そうですね、ヘルシー思考ですね、だから。あ、なるほど、いや、そうでもないんだけど、そうでもない人の声になってきました。あ、なるほど、ちょっと僕ももう分かんなくなってきましたね。パンで美味しくないと、これが限定になるわ。フライパンでかい。フライパンがでかすぎると。限定になるかも。フライパンでかいですね。作んなきゃよかった。限定？大丈夫。広いから心。うん、心めっちゃ広いから大丈夫。そうそう。作ろうという努力だね。そう、加点法でやってらしていただいてるんで大丈夫ですよ。はいはい、フライパンがでかい。フライパンがでかい。大丈夫。やばい。ちょっと待って、こっち忘れてた。忘れてたんじゃなくて、結構諦めたんでしょ、あなた。あなたが逃げたんでしょ、さっき。もう、ちょっと、不安やな、この。頑張れ、ね、先輩の方はできてるんですかね、ホイル焼きの。うん、どうなんでしょう。どうなんですかね。まあ、ホイル焼きはね、結構時間が必要なので。ノーマル油なんですね。あの、やっぱりナスに油吸わせる方向でいきますね。で、次はノーマルのサラダ油なんですね。片面オリーブ、片面油。その油の違いを楽しみます。その卵をちょっとずつ、だし巻き作ってるんですか、アイちゃんは。なんで、全部入れたらこう、ブワーっていっちゃうから、ちょっとこう、広すぎるからね。こう、うん、弱いんじゃないか。しっかり増えましたよ。え、いや、まあ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 、なんとかなる、なんとかなる。ここがね、傾けたりがうまいことできないところがね、これが IH のちょっと、まあ、あのガスと違うところなんで。まあまあまあ、まあでも卵料理って火がすごい強いと、今のナスがね、踊ってましたね。ナスは動かんけど、そうそう、フライパンは動くっていうのを演出したかったんですよ。この配信中毒みたいな、ナスは動いてないな、ハントマイムみたいな、配信中毒、ハントマイム、ナスパントマイム炒め、すごいね。なんやこれ、違う、もんじゃ焼きみたいになってて、なにこれ、スイーツ、かわいい、かわいい、それ何なんですか。油を通してます。油を通してます。なるほど。そしてフライ返し的な、フライ返し的な、もう30分経ちますよ。これきつい、そろそろロスタイム突入します。それでいける、もうそろそろね、フィニッシュ、あ、もうダメダメ、何分ですか、とあと何分ですか、もうロスタイムです。ロスタイム、ケーキ取るやつや、ロスタイムですね、皆さん。ケーキ取るやつや、それケーキ取るやつだ。いつまでやってんのそれ。いや、そのパントマイムやめ、いつまでプッチリエンザやってんの、あんた。そのパントマイムなんやねん。ナスが真ん中に見えるわ、ずっと。ナスがずっと動かん。そういう意味でやってるんじゃないのよ。ナス動かねえな。ナスの意志の強さがもう。頑固、意地でも動かねえぞ俺は。この道具の使い方なんなん。ケーキ買うです。ケーキ取るやつだから。ケーキ取るやつやぞ。ケーキ取るやつ、ケーキ取るやつ、動かないね。もうここに来て2人とも同じモーションっていうね、もうね。そう、モーションは一緒なんです。え、分からん、あとこのぐらいしかないよ、だっていける、いっか、あ、ダメだ、両手でいく、あるもの何でも使う、一回こう、こう抜けるから、そうですね、ロスタイムですから、ちょっと、そうですね、いや、そうくるか、なんやこれ、車輪やん、車みたいになってる。あ、そうくるよね。くる
お好み焼きみたいになってきましたね。卵がね。あおちゃん、はい、働く車定食いただきましたね。はい、そちら働く車や、働く車定食。卵料理って強火でガーってやると逆に固まっちゃうので、逆にこれぐらいの半熟ぐらいで弱火で、まあ、そうですね、ちょっとね、いけるのか、いけるのか、いけるのか、いっちゃうのか、いっちゃう、いけてない、あー、つーがつーが狙っている、めっちゃめっちゃ犬じゃん、やめえ。シュート寿司みたい、寿司みたいな、なんでなんで切れパスから行った。いや、破けちゃったもん。生姜ってどれだっけ、生姜ないよ、生姜ないか、生姜ない、生姜ない、生姜ない、あ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 、はいはいはい、はい、チューブの生姜悪くないぞ、悪くないぞ、悪くないぞ、その失敗、いや、失敗じゃないな、あ、あ、悪くない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 ぞ、これは、なんだ、どんせん返し来たんじゃないか、なんで結果的に悪くないんだ、うん、悪くない、チューブの生姜、それだけにしときましょう、もう1個で、1個で、1個でよ、1個で、1個で、じゃあちょっと置いといてね、はい、じゃあ、トッチャーの方もできたかな、あの今生姜に手をかけました、え、いや、もうロスタイム、ロスタイムやから、生姜、生姜はいいよ、生姜は、生姜を何に使うんだ、美味しくないんだって、しょ、え、本当にいつも生姜使ってないでしょ、きっと、じゃあ分かった、無理しなくていいよ、一かけ乗せました、何や、トリュフか、いやそうしてやって、そんな一緒にかじったら辛いよ。ナスに一かけずつ乗せて、生のね、生姜を完成らせて、トムちゃん完成、そしてアミちゃんは、あ、書くと書く、あ、なるほどなるほど、何を書くんやろ、ハートを書くハートを書いたよ、ハートハートハート、え、スヌーピーとかじゃなくて、これ違う、ハート、はい、じゃこれで完成ですね、はい、アミちゃんも完成ということで、お疲れ様でした、はい、じゃあ、先ほどの時間で、試食台まで行きましょうか、ね、ちょっとじゃあ、じゃあタラちゃんもまず戻ってきてください、はい、そうします、ちょっと今ね、物撮りがありますんで、はいはい、よし、逆にすごいな、すごい、よいしょ、すいません、タラちゃんも戻っていただいて、散らかしてしまって申し訳ない、いやいやなるほど、疲れた、うわ疲れましたよ、これ俺もだいぶ、あ、来た、噂の来ましたね、働く車定食が、お箸お箸、いやー、来てしまいましたね、お箸、お箸、よいしょ、 あ、そして、すごい、あ、青井選手の、青井選手のこのラブオムライス、スプーン、はい、ハートなんや、これ、スプーンはどこですか、血のバレンタインって感じしますね、なんか、笑い事じゃないんだけど超笑ってるよ、笑いましょうよ、笑い事です、笑い事ですから、いや笑い事じゃない、真剣にやってるから笑い事じゃないんですけどね、はい、では、スプーン持ってきていただいたところで、 ありがとう、では、3位決定戦ですね、そうですね、こちら3位決定戦、料理が出揃いました、はい、トットちゃんの方が、ホイル焼きと、そして、葵ちゃんはオムライス、はい、オムライスということで、じゃあこれもアンケート取りますかね、そうですね、アンケートで、見ている皆様、第一印象でどっちが食べたいかなというのを、はい、じゃあアンケートをしていきたいなと思います、いや、オムライスもこっちもハート書いてくれたし、はい、では、アンケートお願いします、さあどっちがでしょうか、これは結構いい勝負なんじゃないですか、そうですね、うん、どうですか、出来栄えの方は、え、超自信あります、あ、超自信ある、おあら、葵ちゃんの方はどうですか、あるよ、あるある、なんで、なんで破けてる方をこっち側にするの、あ、いやいやいや、それ俺らにハートが見えるように、こっち向きだったから、俺らに、うん、俺らにハートが見えるにしちゃう、はい、破けてる方をアピールしたわけじゃなくて、うん、お尻になっちゃうのか、なるほどなるほど、そう、お尻が破けてるんですよ、うん、ホイールがキラキラしてて綺麗っていうコメント、ホイールの評価か、ホイールがこれダメージオムライスですからね、はい、大丈夫ですか、じゃあ、結果お願いします、はい、さあどちらでしょうかね、これどっちなんやろな、ねえ結構難しいと思うんですけど、あおいちゃん 74.8、 とっちゃん 25.2、 あら偏りましたね、だいぶ、あらこれは女の子プラスオムライスの持つ力かもしれない、もしかしたら、では食べていきましょう、そうですね、じゃあ、大きかった、パーセントの大きかったあおいちゃんからいこうかな、そうですね、じゃあこのちっちゃいオムライスを2人で、はい、男2人で、大の男2人で、美味しそう、はい、でいただきましょう、いただきましょう、さあどうでしょうかね、どうでしょうね、まあこれはでもさすがにまずくなるはずはない、難しいと思うんですよ逆に、うん、食べにくいな、厳しい、食べにくい、もう1個作る予定だったの、食べにきいな、いただきます、うん、よ
うん、うん、うんしか言わない。いや全然。あ、オムライスじゃん。オムライス？このね、卵がゆっくり焼いてたじゃないですか。でした。で、まあしかもマヨネーズ入れて、それがめっちゃふわふわでうまい。卵すげえいい感じっすよ。卵がめですよね。めっちゃうまい。これ、あ、オムライスしてる。すごい。オムライスしてた？え、すごい。いや、これは形とかさえ良ければ。形は。まあちょっと、うん、チキンライス。にもうちょっと下味、うん、塩コショウとかあった方がいいのかなと思ったけど、でも卵めっちゃ美味しい。ゆっくりやっぱ弱火で火そうですねかけて綺麗に綺麗にやったので、あ、美味しい、うん、ありがとうございます。いや、うまいうまい。これも子供とか大喜びじゃないですか。ですね、美味しいです。うまいわこれ。あら、これまた青いマジック来た。来た来た来たよ。第1回戦。家庭はおかしいけど。家庭はおかしい、うん、家庭はおかしいし、うん、不安を煽る、うん、とても不安を煽る。いやでも美味しい。うまいですね。すげえ、卵料理の魔術師最後に卵でまとめ上げるという。すごい。卵、なぜかまとまるって。卵がすごいね、それは、うん、じゃあ、こっちは鮭で勝負ですね。そうです、鮭、はい、連続鮭ですから。そうですね。じゃあ、いただきましょうか。いただきましょうか。じゃあ、まだ開けましょう、はい、あ、でも、なんだろう、あの、さっき無駄かと思ってた生姜がここに来てすごい香ってる。あら、なんで。いやでもこの生姜直噛みしたらやばいんですよ。やばいかもしれないですね。生姜は全部、はい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 、これ生姜はちょっと全部こっちに入れちゃいましょう、はい、じゃあ、いただいていきましょうかね。はい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 。これポットちゃん的にはこれ生姜ってどういかれるのが前提なんですか。これ生姜、生姜は、生姜はなんで入れたんですか。これ一応ナスと一緒に行く前提なんですか。ナスの素揚げ、はい、のやつを生姜のなんか本来はチューブのやつを、あ、だから生姜、うちに入れてます。おろし生姜をと醤油と、まあ、なんか鰹節とかで食べたりするみたいな、はい、あ、それのイメージでそぎ落としたやつ。ない方が悪い。あ、なるほどね。それがない方が悪いで、用意してないスタッフが悪いと。はい、ほらほら、わかりました。わかりました。じゃあ、ホイル焼きいただきます。いただきます。じゃあ、まあ、鮭とね、玉ねぎなどを一緒にいただきましょう。これ一応確認なんですけど、これこの色大丈夫ですよね。大丈夫ですよね、この色は。まあ、大丈夫でしょ。火取ってるかな。え、火取ってますよ。大丈夫ですよね。取ってるね。え、わかんない、手打ってなかったら。いただきます。あれ、あ、うまい。あ、うまい。うん、うん、え、本当ですか。鮭うまいっすね。いや、おいしいおいしい。うん、あ、バターうま。バターだと、あのニンニクいっすね。うん、あ、ちゃんと火通ってますよ、うん、全部。あ、うまいうまい、うん、うん、なんと言いますか、たくさんいろんなコメントが何も思いつかないんですけど、うん、普通に美味しいです、うん、普通に美味しい。どうしよう、ホイル焼きだって思ってます。そうそうそう、うん、もうちょっとなんか塩コショウがあってもいいかなとは。このどっちかだけコショウ入れました。どっちかどっちが当たりかな。うん、いや、俺うっすら黒いのかかってるから。あ、じゃあこっちです。こっちが、そちらですね、うん、僕胡椒感ゼロだったんで。でもその胡椒もあんま感じないね。いや、このナス、これなんかかけた醤油びちゃびちゃやなんでこういうのがなかったから。こういうのがなかった、うん、ちょっとそれしょっぱいかも。あ、でも全然大丈夫。うん、いけますね。で、あの、うん、生姜が意外と、うんうん、あのこのかけらでもいけますね、うんうん、じゃあ、うん、ちょっとおせおせなので、そうですね、判定を。悩むな、これ。これ判定めっちゃむずい。すげえ悩みますね、これ。よかった。判定むずいな。どうしよう。え、これむずない。めっちゃむずいっす。これ完全イシューじゃないですか。いや、そう、うん、どうしよう。いや、これ引き分けで両者最下位にしたいとこなんですよね。両者3位じゃなくてで、そう、3位だよ。まあ、そうとも言います。まあまあ、そうとも言う。そうとも言う。いや、でもやっぱこれは順位をつけないと、うん、やっぱみんな見てる、みんなもね、うん、あれやと思うんですよ。ちゃんとできないと思うんで。はい。じゃあ、これはちょっとせーので俺とタラチオで指さそう。ほんで、もし違ったら、はい、じゃんけんして俺が勝ったらトットちゃんで、はいはいはい、タラチオが勝ったら葵ちゃんが3位にしよう。わかりました。じゃんけんで決めちゃうの。じゃんけんで決めちゃう。うんじゃん。
いや、運かどうか、まずこの時点で、この時点でそうそうそう、いや、ありますからね、まだ指で決まっちゃうのどっちがいいのかっていう、これ難しいな、めっちゃ難しい、俺、わかりましたって言ってまだ悩んでますからね。いや、でも俺は決まってます。決まってます、はい、OK 決まりました。はい、じゃあ、タラチオと解説員2人でせーのでいきましょう。はい、じゃあ、勝ってる方を指差してください。はい、いきます、せーの、おぉ割れてもうた。じゃんけん。じゃあじゃんけんで勝った方が勝ちということで。そうですね。こんな勝負、こんな勝負になりましたけど。はい、行くぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ。ごめん、負けてもうたわ。なんだこれ。ひどい、そういうじゃんけんとかって言うじゃないですか。いや、ごめん、ほんまごめん、本当にごめん、怒られてる、怒られてる、負けてもうたわ。はい、いや、もうこれはまあ正直どっちもね、うん、あの美味しいし、いや本当に悩みました。いや、え、なんでこっちを選んだの。なんだろう、いや本当に横並びだったんですけど、うん、はい、野菜がすげえ野菜だったんですよ、こっち。あ、まあ、わかる。あの、うまいんすけど、ちょっと足りなかった。いや、だから、うん、正直味付けの甘いところがあるのと、めっちゃ野菜だったんで、また、あの、鮭がうまかったんですよ、結局。はいはいはい。いや、こっちは見た、ただ見た、俺は見た目として料理をしてるって感じだったから。はい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 。で、こっちは見た目は、まあ、頑張ってる感はあったけど、味はうまいと。そうなんですよね。なので、悩んで、まあ、ほぼ引き分けやけど、まあ、この、うん、このじゃんけんのね、すごい料理してるんですよ、料理してるんですよ、うん、そういう意味で、まあ、勝たし上げたかったけど、まあ、じゃんけんで負けたので、まあ、ほぼ同率の、はい、第3位決定戦、3位勝者、うん、葵ちゃん、やったー、ということで、女性実況者クッキング王第1回最下位、おことちゃんです。はい、頑張ってください。ああ怒ってる怒ってる、やばいやばいやばい、ほらやばいやばい、枠開始時の笑顔どこ行ったんだろう、だって本当に刃物隠してくれ全部。ああ減るわこれ、決勝一人。いやー、でも2人とも全然美味しかったので。いや本当にそうなんですよね、はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、ではね、この後の頂上決戦をね、うん、じゃ 見ながら勉強していただけたらなと思います。はい、ではタラチオ君、じゃあもっぺん向こうに戻りましょう。はい、行ってきます。では、もう決勝ですよね、次が、うん、よいしょ。あ、じゃあ、はい、では、3位決定戦終わりまして、残り決勝戦だけでございます。はい、決勝戦は、メイヤン VS 山田でございますが、お二人のね、もうお二人の、お題も決まっております。じゃあお題、お二人お題こちらです。またあの、一個の料理とかではないのでね、ざっくりしております。こちら、はい、制限時間30分、好きな人に食べてほしい料理。まあでもこれはまあさっきとほとんど一緒の、おのずとね、一番自分の得意な料理とかになってくると思うので、はい、こちらの方をお二人作ってください。もう何作るか考えてますか。もうだってもう始めてるやん。違うの、あのね、ニンニクは二人とも使うからちょっと分けとこう。あ、分けてたのね。母さんがもうすぐニンニクを握ってるもん。はい、では、料理も決まりました、二人とも決まってます。はい、決まってる。はい、早い。では早い、早いですね。ということで、じゃあ行きましょう。じゃあ第1回のですね、女性実況者クッキング選手権決勝戦、はい、用意スタート。お願いします。お願いします。ニンニクを、まずニンニクをね、使う、結構みんなニンニクを使いがちなんですよね。そうですね、ニンニク好きやな、みんな。よいしょ。まあ、やっぱでも、ニンニクはでも男の子みんな好きじゃないですかね。あの、それはあるんじゃないですか。でちょっと、なんか、たらきょくん、はい、スプーン1個持ってきてくれ。はいはいはい、味付けたやつ。あ、なるほどなるほど。鶏肉使う？鶏肉使いたかったんだけど、はいはい、味がついてる。もう相談してちょっと一緒に料理作ってる。もしかして、あおちゃん、これ使った？オムライス使ってない。私が味付けた。だから、醤油味のやつ。醤油とみりんとお酒が入ってる。はい、あ、じゃあちょっとお二人のやつをトトちゃんちょっといっぺん食べてみたり。どうしようか。味見してない。してない。ちょっと、いただきます。ちょっとどうぞ。オムライス食べてください。いや、普通に卵がふわふわで。なんかないの？なんかね、とりあえずワイプ、今回は解説に期待できないなとか書くんじゃないの。ごめんなさい。細かくしますね。なるほどなるほど、はい、どうですか、うん、今のびっくりした時の顔。目がこんなふうみたいな。卵はね、やっ
た。時間かけて弱火で焼いた感じがすごいふわふわになって焦げもなくみたいな、うん、おいしい。本当にしかも私ケチャップライス大好きなんですよ。うわ完璧。余ってる余ってる。え本当、うん、後で食べる。じゃあ後でねいただきましょう。はい、はい、そこなんかエピローグみたいになっちゃってるのはいやもう、ね、どうしたんですか。でも争いを終えたね、戦いを終えた後、はい、では今、何をしてるのかな。もうその話してる間にもう刻みニンニク出来上がってるんですよ。そうですね、2人ともニンニクを、剥いて刻んでしてますね、そして、生姜ですね。生姜ですね、生姜もまた再び皮を剥いて、はいはい、まあ、ニンニクもね、やっぱいろいろ物によって皮の剥きやすさとかもあるんですよね。なんかわからんけど、国内産の方が剥きやすいとかあるんですよ、皮が。あ、解説っぽい、すごい。ティッシュですね、すいません、手を拭くものをどっかから、タラちゃんも手を拭くものをこっちに持ってきて。はい、わかりました。すいません、いえ。ちょっとね、トトちゃんが、トトちゃんがちょっとそろそろ暴れそうなんで。暴れそう。なんかティッシュみたいなのがあれば。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。いや、普通に、あの、拭きやったんで。拭き、いや拭きんやん、そう拭きんやから、手拭くから。いや、もうやって拭くから。いやいやいや、ちょっとタオルペーパー何も使ってないですよ、何も使ってないですよ。タオルペーパー持ってきて、タオルペーパー、タオルペーパー、はいはいはい。ちょっとその手前のやつをちょっと1個だけ、はいはいはい、すごい、生姜綺麗。はいはいはい、ちょっとパッと、ありがとうございます、はい、すいません。どこ、これ、あ、すごい、見たことある見たことある。それ、ね、私これやりたかったんですよ、あ、生姜のね、これをちゃんと刻んで。そうですそうです、のせなかったと。そうですそうです。うわー、中火ぐらい。中火ですね、こうやった方が。まあ生姜ってやっぱちょっと繊維質なんで、やっぱ細かく切った方が舌触りもね、なんか繊維質な食べ物って口の中でちょっと残るじゃないですか。そういうのうまいこと切って、はいはい、ワイプなければ普通に料理番組。いや、ちゃんとここもね、料理番組ですから。今から鶏肉買ってきてもらったら、アイドルが、すぐ近くに。アイドルが全然料理できない番組みたいな。こうやって成長していくんですか。そうですね、まあ、成長、みんなも良かったですね。みんなドキュメンタリーな感じでね、まずできない段階から見ると、もうできていくので、あ、成長してるっていうのをね、楽しめるっていう。そんなこと、成長した結果があの2人です。いや、違う、はしょるな。急に話があるか、はしょるな。自分はそこまで行くみたいな。めっちゃ油入れてる。オリーブオイルが、あれは揚げですかね。ほんなら揚げ油として使うんですかね。ですかね。あんだけのオリーブオイル。そしてちょっとスライスした、うん、わー、すごい。ニンニクを、ニンニクをスライスした、ニンニクを、これはだからオリーブオイルにニンニクの香りなどをつけてる。なるほどなるほど。そしてで、ベーコンも使うと、あ、これはあれか。お、どれですか。あれですね、ピンときました。ピンときました。お、なるほど、多分あれだなと。なるほどなるほど、はい、全然わからない。何ですか。いや、それはもう出来上がったから俺も間違えてたら怖いから言えへんで、メアンは豆腐を、あ、いいですね。そうです、はい、まあ、今日の4人の中で一番豆腐似合うのメアンですからねそうなんですよね。豆腐買ってきてって言ってそう。豆腐買ってきて、確かに豆腐屋さんの笛の音とか似合いそうですね。あ、でまず豆腐を、豆腐ね、そう、はいはい、まあ、多少崩れの仕方なんですね、豆腐を水切りすると、はい、なるほど、水切った方がいい。水切りは大事なんですよ、結構味が染みやすくなるんで。そうですね、豆腐はね、水切ったりして、豆腐って、まあ、いろんなあの料理の仕方とかもあるんで、全部水を抜いちゃったりしてもね、水いっぱいの状態で豆腐ステーキとかできないですから。なるほど、豆腐ステーキ、豆腐ステーキ、豆腐をあれですよね。そうです、あれです、あれするんですよね。そうです、どれですかどれですか。まあ、ちょっとこのまま置きます。通過やから、伝わってます。こっち通過やから、あうんの呼吸やから全部伝わってる。伝わってます、本当に。どうする、いや、なかなかいい香りしてきましたね。そうですね、今、うん、山田の方はもう3台使ってるっていう。すごい、できる女、本当に抵抗作業ができるという。そう、私山田は3台使いたいからね、そっちのコンロにしたんだね。なるほど、うん、シングルタスクなんです、うん、そうなんですよ、1人しかいなかったんです。いや、1人でやってるから、1人でやって同じ人間サポーター足りない、95やから、ね、95やからね。解説は俺が1人でやるんで大丈夫です。いや、感想でね、ちょっとこういうのどうやってるんやろうっていう。ネギも似合いますね、これまた。いいです、ほんまに安定感がすごい。ちゃんと料理番組ですね、これ。完全鍋だけど、これすごい。なんかお母さん VS キッチンスタッフって感じです。あ、もうニンニクはもう揚げ、あれどうするの。味付け用ですか、あれは。香り付けとかですね、あれ、あれは2人
捨てちゃうの？いや、あれは食べるんじゃないですか。ニンニクの方を使うんですか？どっちも使うんですか？社長先生、はい、サポートで捨てちゃうのみたいな。リファールでお湯沸かしもらって捨てちゃうの？かわいそうみたいな。ニンニク捨てちゃうのかわいそう。かわいそう。かわいそう。乗せてあげて。オムライス、卵がかわいそうやから食べられへんみたいな。あ、ちゃんとね、これほら、私わかりますよ。あの、ちょっと言っていいですか？あ、どうぞどうぞ。長ネギをみじん切りするときは、はい、こう線を入れてやる、はい、そうですね。300くらいあれば200、300あれば実演してほしい。なんや今の正解ですけど、正解です。はい、はい、なんの誇らしげな誇らしげな感じ、ありがとうございます。タラチオくんが何もできないっていう、あの、お湯沸かすの手伝ったタラチオくんもレポートしてくださいよ。お湯沸かしてもらいました。なんか俺もさっきのの激務になんかさっきのも温度差がすごくって、スタッフやからな、スタッフ激務やったから。今これは何してますか？今山田くんの方は、山田くんの方はこれ今とりあえずベーコンの用意と、あと鶏肉ですかね、さっき使ってた。何それ？で、これはそして、あ、唐辛子ですね。鷹の爪ですね。はい、鷹の爪ですね。鷹の爪の種を抜いたと、うん、ある程度。やっぱ鷹の爪はね、もうね、種が辛いんですよ。種が辛いの。種が辛いの。だから種、ある程度抑えるために、あー、もうこの構図で何ができそうか分かりますよね。だいぶ、そうですね。ステーキ、はいはい、ステーキもまだ可能性ありますね。ゼロじゃない、ゼロじゃないです。ゼロではない。ペペロンチーノ。コメント見た？はい。だと思ったんだよ。同タイミングやったからね。で、あ、ちゃんとね、ほら、もうベーコン切ったやつ、残りのやつを全部ラップして、もうキープしているっていう。ああいうの、ああいうのね、やっぱね、大事なんですよ。出しっぱなしだったね、こちらね。ちょっとそれすら記憶にない。なるほど。その記憶をしまうのやめてもらって。使ってないです。そしたらさっきあったよな。料理するとき、切って使わん分はもうその場その都度その都度サランラップして、はい、これちっちゃすぎ、切った方が絶対やりやすい。はい。これちっちゃい。反省してる。いいのあった。洗い物もしながらした方がね。あ。なんか最終的に綺麗に綺麗になりやすい、うんうん、洗い物をしながら、洗い物して料理のちょっと待ってる間に洗い物も軽くしちゃうみたいな。焦げちゃう、待ってたら。いや、さっきあなたそれほったらかして冷蔵庫見に行ってたけど。あれは止めてた、ちゃんと。あ、止めてた、ちゃんと、うん、あ、違うとこ避けとった。そうそうそう。これはナスも安心。ちょっと美味しかったよ。美味しかった。ナスが被害を受けた前提のコメント。切り方は一緒ですね。いや、最初のないと思うな、俺。最初のね、最初のね。そうです。まず最初の切り方。うん、そうです。で、油揚げを、麺は油揚げをまず。麺は何を作ってんのやろ。何やろ。何？何なんですかね。まあ、でもネギと。和な感じが来た。ネギみじん切りと、そうですね、油揚げを切って。で、ほんであれはニンニクと生姜ですよね。なかなか和な感じが。そうですよね。何ができるんやろ。これはもう出来上がりまでちょっと何が作るか聞かんとこか。そうですね。なんか楽しみな感じが。聞かんときましょうか。ナスも救われるって。もう救われてないナスもおるんやから。え、うん、食べた、美味しくいただきましたけど。美味しくいただきました。救われてない。救われてない。救われていないナス。美味しかった。あの時のナスも今首ひねって首凝った。あの世でもう笑顔になってると思う。あの時のナス。あのナス切られてるのに気づいてないんですよ。日本刀のめっちゃすごい人に切られたら切られたことにも気づかない。剣豪に切られてました。剣豪に切られた時。塩塩のね、こっち系の塩。はいはいはい。あと今こっち系。あ、それじゃないの。こっち系の塩はないのか。ないね。これかこれかだね。どっちかだね。いやー、OK。ね、たくさん使うんだけどな。ちゃんと戦ってるけど、戦ってるけどちゃんとね、協力してやってる感じがする。なんかね、あー、そっかそっか。主婦同士みたいな感じの会話になっちゃった。たくさん茹でるの。そうだよ。塩。塩のあの、あれですよね。引き出しみたいなやつが欲しかった。そう、塩の引き出し？いや、塩の引き出し、違う違う。そういう、じゃあの、塩のね、あの、スプーンでガッガッガッざっくりざっくり入れたかったと。あ、まあ何かをね。塩、お湯に塩を入れたということは、まあ何かを茹でたり。フライパンが小さかったかな。卵。いやいや、卵茹でて先事件になってる。お湯沸いたかな。タラチョコ、お湯沸いたかな。でも、ね、ゆで卵できてましたよね。まだじゃないかな。まだかな。まあ一応ちょっと飛び出たけどね。はい、あれは何だったんですか。あれイリュージョンです。イリュージョン。中がもう。どっから出てきたんだろう。割れたんでしょ。じゃあ、お湯をください。はい。
君だけが出てくるっていう。すごいですよね。なかなかない絵でした。初めて見た。初めてだった。私も悲鳴の後にちょろっと君が出てる絵が本当に面白くて、ほんま面白い。あんなことあんねんだって。そう、スタッフがなんか分からんけど調味料の中にコーラがぶち込んであるから、スタッフは絶対コーラを味付けに使わそうとしてるみたいな、おしゃれなことをさせようとしてるっていう。うーん、鶏肉もいろいろあるんですね。あ、落ちた。タラチオの息子感、確かに息子、お母さんと。で、今これ麺はこれ出汁を水で溶いたんですか。はい、そうですね。鶏ガラスープですね。和風出汁、和風出汁ですよね。鶏ガラです。鶏ガラ、鶏ガラ、はい、今何分ぐらいですかね。今、わかんない、ごめんなさい。時計今ちょっと消えちゃってて、すいません。ストップウォッチが今ね、消えちゃってて。なるほど。パッと確認させてください、すいません。でもまあ10分ぐらいだと思います。そうですね、多分そのぐらいだと思います。はい、あ、12分経ってました、ごめんなさい。はい、残り18分ですね。まだ半分経ってないです。大丈夫です。肉をコーラで煮ると美味しくなると。そうですね。何料理に使われるんですか。挑戦するなー。コーラには、まあ、何やろう、ちょっと、うん、やっぱ元々コーラって砂糖を焦がして色出してるので、なんかコクが出たり。でもさ、あれがないよ、砂糖の色なんで。砂糖を焦がした色ですね、黒。マジでコーラの黒。あ、だから炭酸抜けると甘くなっちゃう。甘い、元々いっぱい砂糖入ってる。なるほど。そうなん。え、結論あれしよう、ミキサー。まあ、でもさっきコーラを使う料理とかスペアリブの、 その仕上げとか味付けみたいなのに作るって言って、スペアリブを分かってなかった人がいましたけど。誰ですか。ねえ、誰かな。スペアリブって何やろう。ねえ、分からない人いるのかな。記憶が消えてますけど。ねえ、誰だろう。さっきと比べてもキッチンが静かでしゃあない、集中して笑いがないよねじゃない。違うね、笑いがないよねじゃない。笑いがなくてもいい。笑いがあるということはとんでもないことよ。ちょうどね、さっき面白かったですか。面白かった。なんか回ってる。悲鳴が聞こえないんだよなっていう。あ、フードプロセッサーとか使ってるの。そうですね、山田選手のリクエストで。山田選手、ほんまフードプロセッサーほんまでも早い、やっぱね、早いんで。そうですね、もう、うん、かぼちゃ。かぼちゃ好きですか。本気なのでは。あら、かぼちゃ、女の子かぼちゃ好き説がね、やっぱあるんで。かぼちゃ出しときゃ間違いないと思います。そんな信頼感。ド安定なの。かぼちゃに対しての信頼感すごいな。え、でも私クックパッド見ればかぼちゃ の、はい、あのそぼろあんかけとか作れるんです。あ、クックパッドね。クックパッド見れば、はい、そう。スタッフが今ね、ご飯食べてるんですけど、あれスタッフも、まあ、美味しくいただいてるんですけど、トットちゃんの先のホイル焼きは美味しくなかったそうです。そんなことないわ。あれ言い方がひどい。美味しかったって、美味しいとこ全部湯気さんが食べちゃったんです。そんな部分的なとこないよ。そんなまだらな味付けある。ちょっと冷めちゃったから。美味しい部分と美味しくない部分、ホイル焼きでいい。でも火が通ってれば体には害ないですから。まあないですか。まあ原始人みたい。極論すぎ。原始人みたい。そうですね、栄養素ねありますから。みんなそうだな。これ沸いたもんね。焼きそば使わないの。あ、止めたつもりだった。使わないの。焼きそば焼きそば使わないでしょ。でこれは今目は油でこのニンニクと生姜ですね。生姜炒めてると、はい、あ、なるほど。目はこれは中華かな。中華です。耐熱皿。なるほど。耐熱皿ね。え、なんとなくその手法、だからあんま大きくないね。最初ニンニクとかその油で炒めて、これ耐熱するのはず。ああいうネギとかもね、中華とかでああいう切り方するので。うん、え、なんかオーブンとかいるでしょ。チンしたい。あ、チンね。あ、いけるいける。チェアンは今度から着物でやってほしい。あー、割烹着ね。割烹着。オッケー。あの、メイヤンって確かに漢字にするとなんか。ガーブルトルト。両手の名前か。そうそう、メイヤン。大衆割烹メイヤンみたいな感じは。煙がね、すいませんね、カメラさん。小無双ではないよ。小無双。顔まで隠れて持ってるもん。いや、すげえな。そうですね。あ、なるほど。ひき肉を一緒に炒めると。はい。はい。
なんと、スタッフ葵ちゃんのオムライスは美味しかったと。やった立ち上がったあ、めっちゃいい香りするこっち、まあ、じゃんけんするほどじゃなかったか、ね、違う、男の人はオムライスが好きなんですよ作ればよかったじゃん。ちょっともうキャットファイトやめて。オープニングと全然変わってない。キャットファイトやめて。大丈夫ですかちょっと。昔なんか騙されて。そうでも本当に美味しかったんです卵が。あそうですか。昔なんかオムライスでなんか男となんかあったんかなっていう。いいや。おめオムライスも作れねえのかよみたいな。でも私多分オムライス作れって言われたら分かんないです。あそう本当に多分作れないです。チキンライス作って卵でうわってやるだけですか、うん、チキンライスってだから要はご飯とチキンをあれですよね、うん、炒めればいいんですよね。そうまずご飯、玉ねぎ、チキン、ガーリック、まあね、ガーリック入れてもいいから、ガーリック好きやろ。ニンニクって絶対言わへんのかも。ニンニクとガーリックがイコールじゃなかったから。知らなかったですよ。え、違ったの？知らない、知らない、違うと思う。知らないです。あ、ゆげさん、ちなみに辛いのって大丈夫ですか？辛いの大丈夫ですよ。らしいです。いいですね。あ、大丈夫。まあ、めちゃ辛じゃなければ。はい。大丈夫です。オッケーです。あ、いいですね。あれが辛いやつ。今辛いやつ。これは何やろ？豆板醤的なやつですか？豆板醤入れてましたね。豆板醤。いや、うん。もはやね、コメントに困ってる感あるからね、タレチューニングはね。困ってるね、うん、まあ普通にちゃんとできてるから。そうなんですよね、もう突出してこう。いやもうね、でもやっぱ事故がないのが一番ですよね、事故がない。事故なかった。事故ね、事故なかった、事故なかった。だ食べれましたよね。食べれました、食べれました。卵の黄身は出ました、ね、でも食べれました、ね、食べれました、すいません、黄身は出ました、食べれました、ありがとうございましたもうすげえな、超美味しそう。でもこれ甜麺醤かな、これ入れた甜麺醤ですね。ちょっと甘めの、甘めの。そうですね、私ちょっと甘めが好きなんですね、うん、甘辛い、甘辛い感じ、甘辛い。どのくらいでうまくなったんですか？ね、私は20代半ばぐらいの時に料理に目覚めました。料理目覚めて、はい、なるほど。でそこからもう、そこからもう花嫁修業は早何年、早何年、早何年、みんな数えてはいけない、うん、そうだそうだ、数えてはいけないぞ、数えてはいけないぞそれは花嫁修業終わってるからね、うん、そう、マイスター、マイスター獲得してるから、収めてらっしゃいますからね、もう。そうだから新妻 VS 人妻風人妻風です。片や本物の旦那に、片や未来の旦那にっていう人妻対決なんで、一応形としては人妻対決、これいいや。え、今何ゴロッと入れたの？なんか里芋。里芋、なるほど。そんななんかあったんだ。使わないけどね。里芋、なかなか難しい。なんかトロトロしてそう。里芋は結構そう、ヌルヌルしてる。ですよね。まあ僕はそんな得意じゃないんですけど。まあまあ。使うのが得意じゃないの多いですね。そう。そう。いや、好き嫌い多いのに。得意じゃない発言が多いみたい。まあでも食べれるんですよね。食べれるけど、納豆が一番食べる。これなんでですか？もうなんか匂いですか？匂いネバネバ系だ。ネバネバもうそんな好きじゃない。山陰トロロとかも。あ、そうなんだ。トロロだったら食べる時もそう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 、ズボズボって入りそうや。ズボズボズボって口に入りそうや。食べ方悪いんですよ。いや、まあ、でもそうなんです。すする感じが俺もちょっとダメだよ。もうだってパスタだからさ、仕上げじゃん。あと、はいはいはい、あと何分ですかね。あと10分ですね。あ、結構迫ってるな。10分やからそうですね、まあ、パスタならそこそこ計算して大体7分ぐらいですかね、パスタ。7分ですね。そうですね。痛い。麻婆豆腐ですよ、作ってこれ。そうですね、手が痛い。麻婆豆腐なんて私、もう元が売ってるやつを豆腐で炒めて終わり。はいはいはい、それを全部手作りしてるんですよね。そうそう、まあ、ほんで多分水をある程度切ったの で、 そうです、ね、豆腐自体 の、 その耐久度とかも多分ちょっと出てるんですよ。上がるんですか耐久度？やっぱあの耐久度って言い方してあれだけど、水気があるとやっぱ脆くなっちゃうので、うん、ある程度ほんまに抜くんやったら崩れにくくなってますね。重しとかして抜いたりした方がいいんです。潰れちゃったりしない？潰れない程度に、多少潰れるけど。だからほんまに、安全にそのボロボロにならないように孫と含んでやったら、豆腐は木綿の方がいいかな。絹ごしよりは木綿の方が作りやすいのかなっていう。木綿と絹ごしの違いは分かる。分かる。ツルツルしてるやつ。そうそう、40秒くらい。木綿はなんかザラザラしてる。あ、でも多分取ってんじゃないかな、あれ。めいやん、俺を養子にしてくれって。
飛んでんねんな。親族には入りたいけど結婚ではない。マジか。それがあれかな、生き遅れてる原因かな。もう母に見えてしまうっていう。あーなるほどね。やべ、へこんでまう、へこんでまうぞ。ちゃんと本当においしい料理作りそう。そうそうそう、うん、ちゃんと作ってますもんね。いやもうもう美味しい。あのさっきちょっとボソッと話だったんですけど、はい、山田選手の方がひょっとしたらあの初挑戦かもしれないっていう。え、あの初挑戦一品目ね、すごい挑戦で、なんかね、挑戦的な料理を。フードプロセッサー今日初めて使うらしい。あー、なるほどね。ちっちゃい家にはこういうなんかスムージーとか作るやつがあるんですけど、こんなこんなんうわすげえな、このフードプロセッサー、ね、こんなん使ったことないし、何でも何でも細かくなりそう。何を作るんやろ。さっきでもかぼちゃ取ってたから。そうなんですよ、かぼちゃで何かを作るってことか。かぼちゃソース、あっかっ、もうちょっと待った方がいいな。ソースじゃないかな、ちょっと音が煮えてたぶん無理だよ。いけたよ、これさ、かぼちゃってないよね。かぼちゃは今、たぶんチンしたので。あーむずいな。かぼちゃレンチンして、柔らかくして、あーそう、それはフードプロセッサーで芯残ってたかぼちゃの。あーそうですね、あ、スープか、そう、そういう意味のスープ入れるタイプ。はいはい、お腹減ってきた。フードプロセッサーは絶対便利だ。一回コンセントを置くか、これ。いやなんかすり鉢とかでに普通に日本とかやってたけど、それが全部もううまいことグワーってできちゃうんで。天才や。いやほんまに硬いな。最近はいろんな硬いな、音が硬いな、もうこんだけでそれ硬いもん。あ、硬いな。もうちょっと、もうちょっと大丈夫です。大丈夫です、もう砕く砕く砕く。時間ないんで。あ、逆かな、出てんの。あ、OK ですね。まああと、あと7分ぐらいかな。あ、なるほど。で7分か。それでこれでいける。おーい、すげえ音する、すげえ音する。まさかフードプロセッサーが出るとはな。おー、熱い。まあまあまあ、アシスタント、ああいうのアシスタント仕事なんだ。そんな2カメで抜くほどっすか。そんな抜くほどっすかね、これ。すげえな、フードプロセッサー。逆もね、あ、逆もね。逆？逆回転どうやるの？あ、違うボタン押したら。あ、なるほど。逆回転。こっちね。へー、初めて、それ初めて知った。フードプロセッサーあんま使ったことない。若干硬い音してますけど。なんか交互にやっと。オッケー。ははは、そんな抜くほどじゃない。そんな抜くほどじゃない。大事な本編全く抜かれてない。フードプロセッサーどんだけ押すの？ちょっとメイアンの方を何か、メイアンの方を何か、俺はいいから、どうです？もう一回。メイアンは今もう順調に人参などを切って、これは何やろ、ちょっと薄めに、うん、薄めに。そうですね、ちょっと時間がないんで。あ、なるほど、やっぱ分厚いと火がね、通りにくいんで。もっと作ってるの。おー、なるほど、これは飛んでる、まあ、そういうやつ、ミートシールかな。あ、でも里芋が入ってる、里芋の。あ、なるほどね、今ちょっと硬そうやね。わかります、オッケー、いけそうですか、うん、はい。お、山田選手の方はかぼちゃをかぼちゃをフードプロセッサーでね、全部マッシュにできましたね。今、そしてこのおそらく麻婆豆腐であろうところに溶き片栗粉、水溶き片栗粉を入れると。こんなんだよね、こんなんだよね、魔法の粉。あの魔法の粉、たぶん俺が予想してるやつであればそれだと思う。そんなの気がする。入れるとなぜか火をかけるとかけるととろりとする、とろりとするというね。え、すげえのできてるな、目を離した隙に。ちゃんとした目を離した隙にもうちゃんとした料理を作っていますね。メイアンは。はい、そうそう。え、わからんわからんわからん、怖い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 、 IH 怖い、 IH 怖い。あ、火火火ね。もう二度と IH で料理します。トラウマになっております。 IH 恐怖症になってます。え、もう火そんなにいいんしょ、これ。うん、いいんしょ。全然おとなしくない。完全にサポートに入ってますね。中盤になってなかなかちょっと間に合うのかわからんけど、料理の鉄人感が出てくる。結構マジなんですよね。そうですよ。いや、そちらの、ね、空気マジですよ。こっちはほんわかしてますよ。こっちは本当にマジでやってたんだけどな。なるほど、マジでやってた、やってた、やってた、楽しそうやったけど、なんか違う、思ってたんと違う、思ってたんと違う、思ってたんと違う、多分ね、あ、分かった、思ってたんと違うと思う、思ってたんと違う、やっとね、理解した、なんか、ね、やりたいこと分かった、思ってたんと違う、これは初、これは初挑戦がちょっと裏目に出てるのか、今、
作りたいものはおそらくあれであろうけども、あれ急に私のように美味しいと思う。いやまだわかんない、まだわかんないですよ。スタッフさんに酷評されたんで。スタッフ根に持ってる、根に持ってるやん。スタッフさんにまずいって言われたんで。根に持ってる、まあ、味覚は人それぞれなんで、ね、その辺はまあまあそうですね。この野郎この野郎じゃない、やめなさい。塩コショウしたら変わってたよ。ちょっとね早かったですね。まあまあまあ、まあもうごめん。でもそれは私も思いました。ソットさんの野菜の甘さがやばかったと。まあ日がちょっと取ってなかったと。そうなんですよ。もうちょっと多分あのあと塩コショウうわーっとして。そうなんです。もうちょっと。ちょっと時間がね。時間がなかった。はい。まあ、仕方ない。レンチンすればよかったんじゃない？確かに。先レンチンね、うん。勉強します。それもう一回その状態でフードプロセッサーにかけるのも確かにありなんじゃないかな。え、そういう助言私たちにはくれなかったの。いやコメント書いてたんですよ。いやすいませんちょっと。ちょっとできて欲しかった。ちょっと期待度がね、うん、期待度がちょっと、ああそうなんです。ありがとうコメント、コメントがね書いてたから。もう一回タルちゃんもう一回フードプロセッサーや、はい、歯を入れ忘れた。あそう抜いてたさっき。タルちゃんそしたら下にあったな、なんかさあ、そして味噌を入れると、そうですね、やっぱメヤンのあの、はい、あのおそらく味噌汁っぽいところであろうところには、里芋入りの味噌汁、はい、ちゃんと味噌汁をね、ちゃんとこうやって炊いていくと。味噌汁と俺ちゃんと作ったことないな。美味しそう、やばい。来た、フードプロセッサーたらっちょ。フードプロセッサー、あ、変な2つだっけどね。フードプロセッサーなんかミュータントとかいっぱい。プロセッサー X みたいな。あでもまあまあまあ、あと2分ぐらいなんですが、まあ、ロスタイムも一応ちょっと見て、ありがとうございます。いい感じでやっぱり良いのものができてほしいので、うん、もう決勝戦ですからね、うん、はい、そうですね、ちょっと楽しみ。これいいんじゃないの、ちょっと裏越しまではちょっと行かれへんと思うので、この感じ、うん、裏越し、裏越し、まああのああいうそれ潰してちゃんとこせなかったんで、そうそう、ほんまはこして、その粒の大きいところを全部取っちゃうと、でスープにする。ポタージュですね、かぼちゃのポタージュ。もうちょっとかな、美味しそう。まあでも多少ないの、粒々でもまあかぼちゃなんでね、うん、美味しいと思います。あ、もうこれでもパスタこれ食べて一回。あ、はい。あいつ、はい、何やねん、あいつのポジション。あちょっとまだ芯があるね。あ、じゃあすぐに、うん、多分想定してたポジションと違うはずなんです、うん、スタッフが想定してたポジションと違うはず、うん、多分間違えた、誰も予想してなかったと思う。間違えた、あ、何か間違えた。あ、一回、あ、山田選手ちょっとテンパっております。山田選手ちょっとないね、あれでしょ、お母さんが味見を、お母さんが味見をしています。オッケー、お母さんが、あ、なるほど、味噌汁の味見をして、はい、そらく OK。 そして、今、うん、あそこのベーコンなどが入ってるところに、うん、で今茹で汁も入れたかな。そうですね、入ってました、はい、でその茹で汁の込みでこれを全部炒めたらもうパスタが良い火の通りかけになっていく、うん、そうですね、多分水分が飛んで、そうそうそう、いい感じになるので、あとだからちょっと固めで今、うん、そうですね、してますね、パスタ。さすが、はい、いやもう迷いがないもんな。そうですね、まあやっぱあのこういうパスタ茹でる時の茹で汁自体も塩分とか塩を入れてるので、うん、結構がっつり入れてましたもんね。それも込みで味付けになるというね、そういうパスタの。なんでみんな知ってるの、そういうの。俺も知ってるだけ知ってんねんけど、作ったことないから。その俺はもう料理漫画いっぱい読んでるんで。何の漫画が参考になりますか。いや参考になるのわかんない。正直なんか参考にするべきなのかわかんない、取捨選択しないといけないだと思った俺も、クックパッドでいいと思う。正直そう、クックパッドでいい、一応有料会員なんですよ私。クックパッドの気合入ってる。寝書きはねえのかな、大丈夫かな。有料会員でも見て見ながらやったら作れるでしょ、はい、いや料理ってその知識がねない状態でやるのってむずいもんね。本当に誰もがこんないっぱいちゃんと作るわけじゃないですから。そうです、カンニングしたらもっとちゃんとできたよね。そう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 、俺もそう、俺もさ、あ、4人では、あ、なんか知らんの、全然知らんの、あら、あ、4人ではレシピを見ないでオリジナル料理作れるのがすごい。そうですね、やっぱりお玉だな、お玉ちゃんと作れてますね。では、もうそろそろロスタイムに入っておりますので、
なんやかんや盛り付けに入っていただけると協力し合う2人たち。そうですね決して決して他人の味噌を喜んだりしない2人。ちょっと勝負つけにくい。確かにこの後判定せなあかんのか。そうなんですよ。我々またじゃんけん。じゃんけんはちょっと嫌だな。ちょっとこれはコートつけたいですね。いやでもこれはもう、うん、あれですよ、家庭に関してはもう2人ともちゃんとしっかりしてるんで、もう純粋に味でいきましょう、うん、見た目味なので。わあすごい。中華料理屋で出されるやつ。やばいな2人とも。あ、なるほど。ペペンチの葉っぱいるんですね。わあ、うわあ、はい、何これ。これですね、麺は、これが、麻婆豆腐ですね。定食屋さんになろう。定食屋か。一番大変そうや、うん、定食屋さん、料理屋さんじゃなくて定食屋さんの。定食屋料理出そう。料理出そう、うん、いやでもすごいですね。ちゃんと彩りとかもね、やっぱネギとかも乗せてくっきり見た目が良い。すごい。これはすごいな。心折れる。いや早い早い、ね、折れる。戦えない、はい、同じフィールドにも行けない私みたいな。さっき戦ったよ。違いすぎる。実力差がありすぎて、はい、心が折れちゃう。心が折れちゃうよ、トットちゃんの、はいはい、食べる側でいいや。私や、多少作れた方がね。クックパッド見ながら作れたらまあいいですから。そうですね。いやなかなか難しいですよね、料理って。やっぱり経験値とかがやっぱ必要なので。あ、綺麗。美味しそう。あ、ナスが美味しそう。ナスなんだ。ナス好きやな。大好きです。ナスとかぼちゃが大好きです。スープスパゲッティ寄りになってますね、うん、お、そして、あ、揚げ出し豆腐大好きです。揚げ出し豆腐。あれ里芋じゃないか。茶色いやつ。揚げ、あ、え1ミリも入ってないやつ。茶色いやつ、どういうこと。揚げ、油揚げ。それです。揚げ出し豆腐。油揚げが好きなの。大好き。まっすぐな眼差しで、まあ、揚げ出し豆腐間違えるな。ちょっとすごいな。どっから出てきたの。そしてこれはそんなど天然。お、これはこれ同時に多分出揃いますね。お、よかったよかった。ちゃんとね、2人前ずつ作ってるからな、うわ、葵ちゃんのご飯借りるね。どうぞ。なるほど。どうぞどうぞ。いや、あるね、ちょっとみんなちょっとほわっとして、多分その可愛い言い方にみんな。めっちゃ美味しそう。いや、なるほどね。ちゃんとこちらどちらメインとスープを添えての示し合わせたかのようなね。ほら、ちゃんと盛り付けの時に今端っこ拭いたんですよね、ちゃんと汚れてるとことか、そういうのも結構大事やったりする。あ、私も拭いた、ね、拭いた拭いた。拭こうと思ったんですけど、うん、時間がなかったんですよ。拭こうとは思った。はい、はい、あ、醤油飛んじゃった。自前ですか。あ、パセリ自前だそうですね。パセリ自前、えー、勝手に使った。勝手に使ったぜ。いやいやいや、ごめんなさい。はい、終わり。お、私も完成しました。はい、じゃあお二人ともできました。はい、お二人ともじゃあ完成しました。お疲れ様でした。いや、これはすごいぞ。でもいや、できたか、すげえ。じゃあ、皆さん、あ、じゃあ、ちょっと一応ちょっと物取り、物取りとかあるんで、太郎ちゃん、じゃあ戻ってきてください。はい、じゃあ決勝、これで決勝の料理が出揃いましたね。はい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 、いや結構ね、自前とかね、今日いろんな食材とか調味料用意されてるんですけど、塩と岩塩と胡椒とかを、メアも持ってきてるし。いや、これすごいですよ。いやちゃんと作ってる。いや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 、じゃあどうしようかな、1個ずつ置こうかな。そうだね、そうですね。1個ずつ置いて、まあ物取りじゃないけど。めっちゃうまそうやん。やばい。ありがとう。これはめっちゃ美味しそうだよ。これ決勝ですね。決勝、完全に決勝ですよ。ねえ、名実ともに決勝。麻婆豆腐とか、いや、またあのクックドゥーのやつしか使ったことないんで。いや、それでも美味しくできるから。いや、俺も一から作ってるの初めて見たもん。すごい。ちょっとじゃあこれが今テーブルに
麻婆豆腐定食と、あとペペロンチーノですね。これはペペロンチーノと、かぼちゃポタージュですね。ちょっとあのスプーンとかなどがあるととても嬉しいですけど、スプーンあるかな。ちょっとタラチョコも見てきてくれ。はい、行ってきます。いやこれじゃあちょっと今現状ね、さっきアンケート取っちゃいましょうかね、まあ、出ているので、今ちょっといろいろ準備してもらってるんですが、これ難しいんじゃないですか。やりきった感でもう帰ってもいいかな。多分まだまだ結果あるから。結果あるから、うん、はい。では、メヤンの麻婆豆腐か、それから山田君のペペロンチーノか、さあどちらでしょうかね。じゃあ皆さん食べたいと思う方アンケートお願いいたします。してさあ、さあアンケートどうでしょうね、皆さん。1番がメイヤン、2番が山田。やばいわ。いや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 、山田のパスタもめっちゃ美味しそう。あ、これ、まあ、とりあえず、とりあえず、とりあえず、後でワンセットだけでいいか。ワンセットとりあえず、あ、でもちょっと作業かじゃん。しかもポタージュその場で作るとかすごいな。もう、あの、あれしよう、はい、見た目2人完全にポタージュなもんな。そうですね、それでいきましょうか。はい、じゃあアンケートお願いします。じゃあ結果お願いします。いや、これ悩むんじゃないの。どうだ。いや、メイヤンやろ。うわ、山田、山田やん。メイヤン 45%、 山田 54% ということで、じゃあまあ、はい、みんな、まあ、でもほとんどこれは五分ですね。そうですね、見た目に関しては、まあ、見た目はそうですね、彩りがやっぱりね、春っぽくてね、すごい、うん、春っぽ い, い, いよね。確かにですね。あと、なんかポタージュがすごいポタージュっぽい、あの時間でよう作ったね。特に見えるだけ。まあ、じゃあ、一回下げますね、これ山田のやつ、うん。あ、いや、どうする。いや、アンケートの、じゃあ、アンケートの多かった、じゃあ、山田の方から。あ、じゃあ、1個、じゃあこれタラチオがもらって、大丈夫、はいはい、あの、お豆腐の方がね、あの温度が温度が保てるから、パスタの方が先に食べた方がいいかもしれない。そういうことまで考えて、すごい。ちょっとすいませんね。失礼します、はい、じゃあ、正々堂々としてる。じゃあいただきましょう。いただきます。パスタの方からまずいただこう。いやー、いや、これはすごいな。ちゃんとちゃんとね、うん、敗者の2人とずっと横で見てましたけど、敗者の2人と、敗者の2人と、敗者の2人とね。いや、まだ帰らんとって。帰るそらしないで。なんかこんな食べてもらうのにドキドキした。久しぶり。エンディングまで追っていただきます。どう、うん、あり、ここでありでしょ。うまいうまいうまい。本当、うん、あ、よかった、うん、あ、よかった。おいしい、おいしい。ペペロンチーノですか。ペペロンチーノですね、塩で。お店だと多分強火でガッとこう乳化させてやるんだけど、うん、あれ、強火ができないから、はい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 、スープパスタ風にするしか。 IH だとね。そうそうそう、なくて、はい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 。あ、もうナスがね、ほんま油吸ってすごい良い。そう、よかった、うん、ね、ナスはね、油吸うとすごい美味しいんですよね。そうなんですよ、ナスほんまに油と相性が良くて。やっぱその顔死んでるからね、トットちゃん。その油にまた、あれですね、ニンニクで下味つけてたのが、うん、ポイントでかいですね、うんうん、そう、本当にそう。食べて、普通に食べて。うん、なんかちょっとできればパスタは 1.4 のもうちょっと あの細いやつが、うん、あ、細いのが 1.6 なんですよ、これ。俺もね、細麺は好きなんで、わかります。俺はこのぐらいが、ラーメンとかも基本細麺で食べたくなる。麺が絡む感じの、細ければ細い方が好き。あ、そうなんですか。はい、うん、これはすごいね。ポタージュね、ポタージュ。あんまり上だけ、いや、まあスープすげえなこれ。下ごしらえとかできずに。いや、まあこれはもう正直、うん、多分あと濃さな、濃さなあかんから第一工程、色合いだけで。まあでもいただきます、はい、すいません。あった。あ、おいしい。でもこれ、これ濃さない方がいいかもしれないですね。まあこれはこれでなんかそうっすよね。めっちゃ気になる。あ、ごめんなさい、よかった、うん、だから味付けがそう、こんな感じかなみたいな感じでやって、うんうん、今さっき味見たけど、味は思ったものにはなってた感じです。すごい、突然作ってね、こんな。あ、美味しい美味しい。最後の最後までやるかな、いや、これはね、ほんまなんか、なんでよね、かぼちゃの、かぼちゃの素材をかなり活かしている。なんか、いや、これ新しいっすよね、これ。これフォローの意味の、そういう言い回しじゃなくて、かぼちゃを食べてる感じが、うん、すごい。しかも食べやすい、飲みやすいし。よかった、これいいですね、うん、これ美味しい。よかった、うん、美味しい。よかった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと
じゃあ、はい、次の。あ、そうですね。ごめんなさい。いや、すいません。なんか、すいません。じゃあこっちからもらいます、はい、ご飯です、ね、おかこれ判定きついなこれ難しいよ判定どうしよっかなあすいませんねタラチョウさんのお箸をどこから調達しないと判定むずお箸っすあそうっすね箸ですあ箸ごめんなんか多分ねあっち側にあったちょっとよいしょすいませんね皆さんちょっといろいろ調整しながらなんでねすいません、はい、皆さんレンゲとかあったらレンゲねレンゲレンゲあレンゲレンゲもあるんやあ超いいあお母さんあ超いい定食ですね本当やめっちゃうまそうめっちゃうまそうじゃあいただきましょう、はい、じゃあメイヤンの方の麻婆豆腐、はい、いただきますまず麻婆豆腐からですね、はい、まずはそうですねいただきますうまっおいしいうまっおいしい、うん、よかったーおいしいかいやもっと全然もっと辛くてもいいぐらいやけどあ本当にいやでも俺もこれぐらいの方が、うんうん、あのいやすごい食べやすいですほんまこれ以上辛かったら俺はうわってなるからまあ辛さについては、うん、そう、まあ、でも制作途中で調整ご飯に、うん、ご飯欲しくなるよねご飯欲しくなるよねあるなっていう、うん、あご飯だあともう味噌汁とそうですね、うんこれ豚汁よりなんですか豚汁よりですねどちらかというまあそう、うん、豚肉入ってるもんね本当はちょっと中華スープを作ろうかなと思ったんですが、うん、まあ鶏肉の中華風スープ作りたかったんだけど鶏肉なかったからいいやと思って、うん、まあ美味しいですよねまあ美味しいですよね、うん、ちょっとねこう、うん、辛みをスープでもうこれむずいわあどうしようこれめっちゃうまそうどうやって判定すんねんあうわ安心すんななんかこの豚汁いや美味しいですよなんかあの中学の頃の、うん、あの持久走みたいなのあって、うん、毎年それゴールした人にそうあの必ずこう豚汁の炊き出しみたいなのを食われてるんですけどめっちゃそれを思い出すめっちゃそれを思い出すおかんの味やんノスタルジー来てるやん、うん、ノスタルジーが迫ってきてるそれなかなかの評価やと思う、うんあ、来ましたこれ先ほどの先ほどのねこれ普通に美味しいね、うん、なんかいやどうしようこれちょっとなんかこう両極端のね料理だから、うん、なんかなかなかコーツつけるのはなかなか難しいコーツつけるのはもうほんまどっちもすごいっていうのはもうみんなもう分かってると思うんですよ難しいこれ実際分かると思うんですよこれみんな、うん、これがどっちも美味しそうだなっていうのをね見て分かるじゃないですかね感じてると思うあ、俺今台本見て気づいたなになに、はい、え、なにこれすごいなこれ最下位ってクッキング伸びしろっていう台本があったわ伸びしろ伸びしろじゃん伸びしろだったんだ全然伸びしろ、うん、クッキング伸びしろやったごめん最下位とか言ってごめん伸びしろ伸びしろやった最下位とか本当失礼ですよねごめんごめん順位つけんなおめでとう伸びしろおめでとう伸びしろおめでとう伸びしろその伸びしろ頑張って育ててください伸びて伸びよう、はい、顔キャラブレてるキャラが笑って笑って、うん、はいではちょっとどうしよっかなちょっとこれうわどうしようこれもう決めないといけないですよちょっともう一回一口ですかこっちどうぞ食べてくださいまあでも俺はもう決めろというなら、はいまあ、これに決めるっていうのはもう決めましたけどね僕はあなるほどもう今日もうタラチョウ君がもう迷っているのは僕はもう独断と偏見で決めたいなと思うんですけどなるほどでもちょっと一口食べます僕も、はい、普通にね山田も食いたいんだよなミヤ、うん、の食いたいなんかね普通に食いたい、まあ、多分お互いがお互いそうだよねさすがにねこの決勝戦はじゃんけんとかではね決めれないちょっとこれはそうですね運なんかに任せられませんよねこれ好きな人に食べてほしい料理ひどいひどい、うん、このニンニクを食べさせるっていうこの心を開いた感じをあーなるほどねそういうなるほど、うん、なるほどなるほどどうしよっかなこれはね、意見が割れたら殴り合いなんですよね。いやそうなんだ。もうじゃんけんじゃなくてですよ、殴り合いでどっちか。メイヤンが多分、メイヤンが TKO で勝つけどな。あ山田と私の殴り合い？そうそうそう。あ、そういうこと？キャットファイト
じゃん。足に来始めて。メガンがもうマウンティングでこうやって。これこれ。はい、では、はい、これダルちゃんじゃあ僕決めていいですか。もう。そうですね。もう決めましょう。はい、そうしてくださいこれは。はい、じゃあちょっと審査委員長の。ちょっともう僕どっちも上手いんで。やばいな、もう。正直どっちも上手いんで。本当に上手いから。本当もう。本当ごめん。もうこれはね、どっちが敗者が出るっていうのは申し訳ないんですけど。本当にそう。もうバトルですから。バトルですからね。対決だからね。はい。ということで、はい、女性実況者、クッキングバトル王初代クッキングバトル王は。ドロレロレドロレロレド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 ロレガチで取りに行ってしまった。選考基準ってすごい難しいんですけど、うん、いやもうほんまどっちも正直美味しいから、いやそう勝負として難しいんですけど、もう決めるとしたらこのどこでした決めて1個のテーブルとしての、うん、調和調和そうですわかるんですよ、わかるんですよ、まとまってるんですよね、めっちゃまとまってるんですよ、その渋い渋いところ、いやでもこれはこれ絶対美味しいからさ、うん、いやそう、うん、いいと思う、本当にそうですね、うん、あとほんま細かいことを言ってめちゃ申し訳ない、もうほんま申し訳ない、ちょっとパスタの盛り付け方をちょっとずつ少なくしてもよかったのかなっていう、ね、っていうのもあったりで、まあ、メアの方もな個人的にはもうちょっと煮詰めても僕は好きやったのかなみたいな、うん、ちょっとこの悪いところ言うんだけでもちょっと申し訳ないけど、悪いところで気になるところで、いやでもほんま美味しい、いやでも俺ができるわけじゃないからあれなんですけど、神の下でもないし、審査委員長ですから、いやでも正直美味しかったな、どっちもタルチョー君めっちゃうまかったっすね、嬉しい、なんか美味しいって料理を食べてもらえるだけでちょっと嬉しいよね、なんか緊張するやっぱり、うん、なんかこんなになんかね、ときめきがそうそう、なんかどうしようってときめきがある、わかる、ウィンウィンやんけ、うん、そうなのこんな気持ちのいい勝負になるんですね、うん、そうですね、いやよかったよかった、じゃあ最後どうしよう、集まります、そうですね、集まりますか、じゃあ最後、じゃあここでここでここで、そっちで、ここで集まりましょう、あっちで、あっちで、じゃあ皆さん、じゃあ最後エンディング締めましょう、いやー本当に、いやー、いやーすごかったなー、うん、この企画、でも改めて本当にね、調理してくださった、はい、皆様4人お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました、皆さんも見てくださった皆さんもありがとうございました、いろんなドラマがあったんじゃないでしょうかそうですね、いや本当皆さんいかがでしたか、大丈夫でした、楽しんでいただきましたね、まあ多分みんな盛り上がってたから大丈夫だったと思うんですけども、少なくとも俺らめちゃくちゃ楽しかった、楽しかったですね、あと美味しかったし、はい、とりあえずちょっとそうですね、まあ、ちょっと押してるので感想の方はまあみんないろいろ一言ずつ言ってくれたので、まあ良いとして、いやじゃあちょっと先に告知だけしていきましょうかね、はい、じゃあゲームチキヘブンの、今後の番組の告知だけさせてください、はい、今後の番組の予定でございますが、7月19日水曜日は、乱入場とどんかつは我々のものだ PUBG 生放送をお送りいたします、なるほど、こちら女性実況者のパスと小耳さんが出演しますと、視聴の皆さんも同じ部屋を狙って盛り上がりましょうとのことです、そして7月21日金曜日、おなじみゲーム実況ゴッドですね、こちらにはヘッポコ珍道中が出演しますと、これズズ君、ロイ君、神玉君、ラスコ君の4人のグループになります、はいはいはい、そして7月24日月曜日はヤングマンの夏休み未来を塗り替えろという何なのか分かんない全然分かんないですね、謎企画はシグマ、MKR、カフェインの3人が出演いたします、という感じになっております、はいはいはい、本日ね、この女性実況者クッキングバトル初めての、試みやったんですけども、ね、でちょっと代表して優勝者のメイヤンに感想を伺おうかな、はい、どうでしたか、はい、いやもう本当にこれからは、ニコニコのママとして感じていきたいなと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、改めておめでとうございました、ありがとうございました、ママカルチョー君どうでしたか、できてました、いやどうでしたかっていうのも、ね、怖くてしょうがないんですけど、はい、もうほんまサポーターとしてね、でも本当そうですね、まあ、あとは本当、うん、多分あとで多分めっちゃ羨ましかったぞって、あ多分言われそう、うん、もう仲持ちから殺されないか心配です、はい、殺さないでください、はい、よろしくお願いします、はい、楽しみでございました、はい、残り3人もありがとうございました、
ありがとうございました。素晴らしい料理を。お疲れ様でした。はい、いろいろ汚いツッコミとかありましたが、はい、すいません。いやでも、もう本当に山田に関してはもう本当に最終戦私が取ってよかったのかって思ってるぐらい、なんか競ってたと思うので、はい、いそうです。またぜひね、はい、一緒にできたらなと思います。はい、機会があれば、はい、リベンジ、はい、2人でチーム組んでさ、なんか最強チームと戦うという。外の2人のテンションこの人生も大変だったんですよ。外の2人の、ね、伸びしろも今後期待しつつ、はい、伸びしろもいるし、伸びしろもいるし、伸びしろ言うことだし、はい、ね、本日のこちらの、放送これにて終了したいなと思います、はい、皆さんも長時間の視聴ありがとうございました、はい、じゃあまた次回やることを願ってさようなら。さようなら。ありがとう。お腹いっぱいだ。ありがとう。まだ食える。